本日は長野県移住あるあるをお届けします。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井大斗です。ゆうこです。当チャンネルは長野県の観光、地方移住、軽井沢の生活についてお送りしています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は長野県あるある10選を我々が考えてきましたので、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいと思います。長野県移住あるあるその1、海が恋しくなる。長野県といえば海なし県なので、やっぱり時々海が恋しくなります。ということで、新鮮なお魚が食べたい時は新潟県や富山県など日本海を目指していきます。そこで美味しいお寿司を食べたり、新鮮なお魚をゲットして帰ります。まあ、こういうことをして海なし県の長野県に住みながらも時々海を見るという生活をしています。長野県移住あるあるその2、濃い味付けになれる。長野県で生活してから東京に行くと、なんか味噌汁の味が薄く感じることがあって、特になんかこう定食屋、例えばこう松屋とか行くじゃないですか。そうするとね、なんかお味噌汁の味がね、結構なんか薄いなっていう風に感じることが多くて、かなり長野県はしょっぱい味を好むらしいんですよ。まあ寒冷地っていうこともあるし、あとはなんだろうな、有名なところで行くと、例えば甘じょっぱいようなものソースカツ丼だったりとか、あとそばの漬け汁もそうか、そういう味付けが長野県でよく食べられるので、そこに慣れるとちょっとね、他の地域の味が薄く感じることがあったりします。長野県移住あるあるその3、リンゴを品種名で呼ぶようになる。私はもともと生まれが長野県なので、小さい時からリンゴは食べているので、正直リンゴはもう食べたくないっていうか、で、長野県に住むとリンゴっていうふうには呼ばなくて、富士とか紅玉とか、最近だったらシナノスイートとかシナノドルチェとか品種名でこう呼ぶようになるんですよね。ちょっとお腹すいたからシナノスイート食べたいみたいな、そういうふうにだんだんなってくるのかなと思います。長野県あるあるその4、4つ目は山菜にやたらと詳しくなる。山菜がね、もうかなりいろいろな種類が豊富に手に入るということで、結構ね、うちの庭でもタラの芽なんかが取れたりして、それ天ぷらにしたりとか。ただね、ちょっと注意しなきゃいけないのが、放射能が基準値を超えるエリアもある。軽井沢町も一部のエリアでそんな感じなんだけれども、なので、販売をしたければ、ちょっと基準値を超えたものを販売できないっていうルールになってるので、要注意してください。長野県移住あるあるその5、夜が静かすぎて怖い。東京に住んでた頃は、なんだかんだ言って、音が小さいと思ってても割と騒音って常にあるのかなっていう印象だったんですよ。で、結構音敏感なので、私は耳栓をしながら寝てたんですね。で、こちらに来て住んでみると、もうシーンとしてて、夜が本当に静かで、もう耳が痛くなるくらいの静けさというのかな、なんか本当に何の音も聞こえないぐらい静かなので、そこからさすがに耳栓外して眠るようになりましたけれども、夜は静かに眠れるんじゃないでしょうか。長野県移住あるあるその6、そうかな、6、新聞といえば新米。新米っていうのは信濃毎日新聞っていう、まあ、ローカル紙なんだよね。このローカル紙が実は長野県では一番影響力があって、どんな全国紙に乗るよりも新米に乗ったっていう方がなんか自慢できるとか、あ、なんか新米乗ったんですか桜井さんみたいな、なんかそういうね、新米乗ることが一つ栄誉になるっていうのがあると思いますね。地域の会話でも、昨日の新米で 見たんだけどとか、先週の新米でなんか話題になってたんだけどとか、なんかそういうね、枕言葉から始まることが多くて、まあ、とりあえず新米読んで、新米に書いてあったってことを出せば、最強かなというふうに思います。長野県移住あるあるその7、野生動物の存在が身近になる。キツネだったり、タヌキだったり、イノシシ、それからシカ、クマ、もうこういう動物たちが割と身近な存在になってくるんですよね。なんか庭を荒らしたりとか、車を運転してたら、なんか隣とかちょっと前ぐらいにこう鹿さんが並走していたみたいなこととかもあったりとかして、まあ、熊はね、ちょっとさすがに怖いんですけれども、どこに出没したとかいう情報に少し敏感になったりとか、もう割と日常生活の中に溶け込んでいるっていうことになるので、だいぶ野生動物が身近になったかなっていう印象です。長野県移住あるあるその8、その8はですね、横断歩道に対する意識がめちゃくちゃ高くなるということです。
長野県は横断歩道で止まるランキングっていうのがあるんですけれども、これは JAF 調べかなんかな。これが、長野県はなんと5年連続で全国1位と、率にすると 72.4% ということですね。でこの信号機のない横断歩道の一時停止率というのがなんかすごい高いっていうのを結構長野県民としては誇りにみんな思っていて、なんかそれのせいか比較的横断歩道でこう止まるっていう、まあ自分も運転した時にね、こう止まんなきゃなっていう意識が高くなったりします。これね、まあ都市部の人から見ると、まあちょっと反論をする余地もあるかなと思っていて、まあ、自分もこう県外に行ったり、まあ東京にこう車を運転していくこともあるんだけれども、そういう時に、やっぱり都市部だと注意すべき対象が多いんですよ。交通の標識も数も多いし、それから歩行者もね、たくさんいるので、長野県にいるほど、こう一つ一つにこう気を配れないっていうのが、まあ事実としてあるのかなというふうに思います。なので、その長野県は結構見通しがいい横断歩道が多いっていうのも、もしかしたらこのランキング1位の一つの要因なのかなというふうに思います。で、一方でですね、松本走りっていう言葉があって、まあ、ちょっとこれ、まあ、松本の人たち見てたらすいませんなんだけど、地方自治体のホームページ、松本市のホームページに、危険です、松本走りというような、欄があるぐらい、なかなか松本走りというのが悪名高いというのがあったりします。まあね、長野県であろうがそうでなかろうが、交通安全、越したことはないので、皆さん、はい、安全運転で、気をつけていきましょう。長野県移住あるあるその9、 DIY や手作りにハマる時がある。これはまあ一過性のものなのか、もう継続してずっとハマるのかは人によりけりだと思うんですけれども、なんか自分で手を動かす楽しさっていうのが日常の中に入りやすいのかなっていうふうに思いました。まあ、私は東京に住んでた時はジャム作りとかやんなかったんですけども、こっちに来てジャム作りとかをやるようになったり、ちょっと手がかかるような料理をするようになったり、まあ、家庭菜園をやったり、上級者の人とかはセルフビルドの家を作ったり小屋を建てたり、そういうことがありますよね。皆さんはいかがでしょうか。私の場合はちょっと一瞬こう熱が上がってすぐ下がっちゃうタイプなので下がっちゃってるんですけど、そういう楽しみも田舎に暮らすとあるのかなというふうに思いました。長野県移住あるあるその10、ずくという言葉を使うようになる。まあ、ずくっていうのは長野県の方言というふうに言われてまして、昔はもうちょっと広範囲で使われてたみたいなんだけれども、今は主に長野県で使われているという言葉です。でこれの意味が根性みたいなことだったりとか、あとはずくがないとかっていうふうに言うと、なんか面倒なことをあってやろうとしないみたいな、例えばこう冬寒くて雪かきしなきゃいけないんだけども、こたつでぬくぬくしていると、まあ、なんかずくがないわなとか、まあ、そういうふうに言われたりします。でこのずくっていうのを使えるようになると、ちょっと長野県の人たちと心が交流できた感じがあるので、ぜひねこういう方言みたいなものも移住したら覚えていくといいのかなという感じです。ということで本日は長野県移住あるある10選をお送りしました。いかがだったでしょうか。ご視聴いただきどうもありがとうございます。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価ボタンで応援をお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。